こんにちは、森谷ドラムスクール姫路校の早川真奈です。今回は夏初心者っぽさについてお伝えしていきます。初心者っぽさがなくなるとワンランク上に上がる感覚がつかめるようになって、より演奏を楽しめるようになると思います。でちょっとしたコツで叩き方とか雰囲気を変えることができるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは初心者っぽさあるあると変化させるコツをお伝えしていきます。はい、でまず一つ目が8ビートのハイハットを一定のスティックの高さで叩くっていうことなんですけど、8ビートを叩くときに 1,2,3,4,5,6,7,8 っていう感覚で叩くと、こういう感じになるんですけど、この感覚を 1,2,3,4 の四分のノリで捉えてあげると、このダウン、アップ、ダウン、アップの動きを意識しながら叩けると大人っぽい8ビートが叩けると思います。はい、次2つ目が音量バランスについてなんですけど、特に速い8ビートを叩くときは結構手に力が入りやすくて、こんな感じで結構ハイハットの音量が大きくなってしまったりするんですけど、その音量バランスをバスドラが10、スネアが8、ハイハットが2ぐらいのイメージで叩くと、キンキンした音がなくなって結構かっこいい音が鳴らせると思います。はい、で次3つ目がシンバルを叩いた後に手をその場で止めてしまうっていうことなんですけど、例えばこういう感じです。はい、でさっきのリズムの場合シンバルを叩いたらその場で手を止めてしまいがちになるんですけど、シンバルを叩いた後すぐにハイハットの方に手を持ってきてあげると、次4つ目が叩いてるところを目で追うっていうことなんですけど、例えばこんな感じで一個一個叩いてるところをこう目で追いがちなんですけど、叩くフレーズにもよると思うんですが、叩いてるところを目で追うより見なくてもいいところは見ずに、こんな感じで叩くと、まあ、いい意味でドラムを支配してるぜっていう感が出ると思います。で一個一個こう見なくても叩けるように、普段の練習の時に目線はまっすぐに置いたままいろんなフレーズを叩いてみるっていう練習もぜひしてみてください。はい、で次5つ目がアクセント強弱のそれぞれのスティックの高さがほぼ同じ高さになってしまうっていうことなんですけど、例えばこういう感じでアクセントのところを力強く叩いて、アクセントじゃないところは弱く叩くっていう感じなんですけど、スティックの高さで強弱を表現できるように基本の4つのストローク、まずフルストローク、でダウンストローク、でタップストローク、でアップストローク、この4つのストロークを意識しながらアクセント練習するのがおすすめです。はい、こんな感じで普段の練習にも取り入れてみてください。ありがとうございました。